まあ、大学時代ほとんど勉強もせずに実際経営とかもやっていたりして、だからあの普通のいわゆる一般の、まあ、僕の出身大学である一橋大学とかだと商社だとか銀行だとかに就職する人たちが多かったみたいですけども、あのやっぱりちょっと他の人とは違うあの道を歩みたいなという思いがあって、で、まあ、ちょうどその頃あのマッキンゼーで日本社長をやってた、当時の大前健一さんの本をたまたま彼がちょうど売り出し中ぐらいの頃で30年前ですから、で読ん でものすごく衝撃を受けて、で結果としてよしこれは経営コンサルティングだと思ってマッキンゼーを受けに来まして、たまたまそこを受けに来てた隣にいた人がこんなのできるのって僕が聞いたら、まあ、初めて会った人なんですけど、マッキンゼーは普通は MBA とかを取ってもうほんと数名しか取らない超狭きもんだから、あのもう少し入りやすいところがあるんだよと、で今日その内定者の集会があって自分ももうそこの内定を取ってるから今から行かないって言われて、まあ、内定も取らず、まあ、その会社名もアーサンダーセンという名前もその時初めて聞いたんですけど、じゃあ行ってみようかなっつってその友達になったやつと一緒に行って、でも内定者の集いなのであの受けたこともないんですけどちょっと話を聞いて来たんですけど入っていいですかって聞いたら「来いよ」って言われて、でそれでまああの入ってみて、で、まあ、当時アーサンダーセンというのはまだ日本事務所が300名ぐらいしかいない、で、まあ、一番上の人でも30の半ばぐらいで、で現場で実況を握っているのはもう27、8歳の若いマネージャーで、まあ、僕のことを招き入れてくれた人もそのマネージャーで20多分当時8歳ぐらいで、まあ、その人たちとわーっと話してみるとめちゃくちゃ面白い人たちが多くて、で、まあ、最後にここで俺と握手したらもう入れてやるよって言われて、で握手をして入ることになってしまったと。その当時もそうですし、その前その大学時代に働いてた時もそうですし、今現時点でもそうなんですけど、僕はあんまり何をやるかっていうことに関してこだわりがないんですね。であのシンプルエックスはこのもう会社を作って18年19年になりますけども、まあ、金融 ×IT って言って、ずっと、まあ、その2つをベースにしたドメインで、まあ、ビジネスをやってますと。我々はサラリーマンだった時代からそういうところをやってきたメンバーで孤独立をしてこの会社を作っているので、まあ、ものすごく金融だとか金融工学だとかあるいは IT のテクノロジーそのものにものすごいこだわりを持っているというふうに思われがちなんですけど、実は僕はコンピューターにも金融にもあの全く興味ないんですよ。僕にとって仕事をするっていうことの重要性は、まあ、仕事って会社でやるからには一人ではできないことをやるからわざわざチームを組んで会社という形式にまあすると思っていて、一人でできるんであれば個人事業主でやればいいわけですか からチームを組む、でチームで仕事をするっていうのがまあベースにある。だからこのチームで最高のパフォーマンスをとにかくみんなで協力して出そうぜっていうプロセスが大好き でそこで何らかのアウトプットをちゃんと出して、でそれが例えばお客様だとか、まあ、そういうところから称賛されてお前らすごいねって言われるっていうそこまで持っていくっていうプロセスが大好きで、でそこで何をやるかっていうのは僕にとってはまあ第二次的な問題なんですね。なので、まあ、あのシステムっていうのは全然あの自分の大学時代の生活からするとあの見たこともなかったし興味があったわけでもないし、でそれをやってみたらあのすごく面白くて単にそこのオタッキーになってしまったわけでも全然なくて仕事だからやってるんですね。で途中から自分のキャリアに金融っていうのも入りましたけど、これもやっぱり、まあ、たまたまのお話で、でこの領域について僕らビジネスやってますけども、で今はもう30年このビジネスをやってきてますから金融についてもテクノロジーについてもそんなに自信があるから独立もしたし今この会社もこういう状況まで来たんだと思いますけど、あのじゃあ今あの金融を捨てられるかとテクノロジーを捨てられるかって言ったらいつでもその必要があったら捨てられる、でそれが他の分野に行ってもあの今と同じ活躍がしたいと思うしできると思ってる。だからある意味ではそのチームで仕事をするっていうやりがいだとか、どの分野でもこの仕事の仕方をしたら必ずトップを取れるっていう再現性を持ったその仕事ができる人間になるやり方、やっぱここにあの自分は一番自信を持っているし、あのそれが一番楽しいことなんだろうなっていうふうに僕は思ってるんです。あのコンサルティングっていうビジネスは、まあ、僕らシステムコンサルティングでしたけども、あの要はあの偉大なる素人なんですよね。でまさにさっき言ったその仕事の仕方だとかっていうプロセスを一番重要にして、このプロセスでやれば今言ったようにどの分野に出ていっても誰がやっても一番最高のパフォーマンスが出せるはず、あるいは個人が成長できるはずっていう仕事の仕方ってどういうものなんだろうかっていうところをやっぱり一番突き詰めてやらざるを得ないんですよ。
まあ、偉大なる素人から始まって一発の話ができるようになって、でそこから自分のプロセスを持って最高のターゲ、まあ、目標を立てて、それをでマネジメントを解き伏せて実行部になったら今度はもう抵抗勢力を全部投げ倒しながら作るっていう、そのプロセスはすごく勉強になりました。